アトランテフトボルクルブはメキシコの首都メキシコシティに本拠地を置くサッカークラブである。1916年12月8日に創設。1943年に始まったプロリーグに最初から参加したクラブのうちの一つである。1946から47シーズンにリーグ初優勝。1983年にコンカカーフ。 チャンピオンズカップを制止初の国際タイトルを獲得した。1992から93シーズンに2度目のリーグ優勝。2007年5月14日、観客数の減少のためメキシコシティからカリブ海沿岸のリゾート地カン君に本拠地を移した。2007前期リーグでは予選ラウンドを2位で通過し、決勝ラウンドではクルスワスル、シーディグアダラハラ、 クルブ・ニベルシダ・ナシオナルを破り3度目のリーグ優勝を果たした。2008イレイシーズンにコンカカー,アーフ、チャンピオンズリーグを制し、2009年12月の FIFA フ、フクラブワールドカップに出場。初戦の準々決勝で、オセアニア代表のオークランドシティ FC に参加ラレーで、勝利したが、準決勝で FC バルセロナに1-3で敗れた。中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づくありがとうございます。